番の時はい、座れ山田、座れセイト、どうだ、座れ座れ、はい、ほらお姉ちゃんが座れ座れ、なんとなく座れ座れ、ほら、山田お座りは、お座りはみたいですね。よしよしよし、はい、お手、はい、お手、大きなお手。エルフもそうだったんですけど、おかわり、おやつもらうときにこう上の子たちも上の子なんとなく一緒にそういうものだと思ってしてた。そういうのが一番ね、いいんですよね。普段なかなかこう教えようとしてもさ、歯がちっちゃ。でもその代わりお座りしかできない。痛そうな歯だな。ペロ。傷だらけですもん。ピロ。でピロ、この歯がこうちょっとつまむんですよね、皮をね。いて、いて。針みたいなもんだもんね。チクッとね。あ、いてててて。そうするともう大きくなるとさ、歯も大きくなるから、それほどね。もう噛まれた時はまたパーンと。そうだよ、痛いよね。あ、痛い痛い。これ。針に刺されてるような歯だね。そう。血が出ちゃいますよ。遊んでる。あ、いて。本気で怒ってやったのこの野郎。お手、お手、お手。なんかね、はい、だん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 こうテンション上がってくるとわけわかんなくなっちゃうみたいで、ちょっと気をつけないといけないかなと思ってるんですけどね、大型犬だけに。まだ乳歯ですか、歯は。まだ乳歯、まあ、痛い。抜けない。これでもさ、乳歯でもね、すごいよこいつの歯。細いですよね。うん、なんかね、半端な痛さじゃないよこれ。そう、私もね、この子ほど痛いと思ったことない。武器なる、ね、だって針みたいだもんね。いや、やばっ。エルフたちに かじられても我慢できましたけど、うん、この子のはね、痛い、うん、痛い、うん、痛いよ。まあ、でも前よりは幾分噛まなくなった方なんですけど、それでもまだダメた。あ、いけない、悪いお前は。え、おおおお、でも最近はいるみたいですね。ただ大型犬で3ヶ月でこんなになっちゃうから、ペットショップ置いとくと可愛くなくなっちゃうみたい。